チキチキ呪術講座。先生、五条先生。ただいま。あれ、ユージもう来てたんだ。呼んだの先生じゃん。てか、どこ行ってたの？ちょっと任務にね。僕これでも結構忙しいから、いろんなところに派遣されて大変でさ。ってことで、第4回チキチキ呪術講座、今回は派遣と呪骸散歩について説明するよ。おっす。派遣は文字通りキャラクターを選んで様々な場所に派遣していくこと。報酬としていろんなアイテムが手に入るよ。え？派遣するだけで呪物や JP なんかが手に入るの？すげえ美味しい話じゃん。エリアごとに報酬も違うし、キャラが強いほど報酬が増えるから、やっぱりキャラ強化が大事ってこと。 OK。 あとたまに呪霊と遭遇することもあるんだけど、まあ勝てば問題ないよ。追加報酬ももらえるし、お得なことが盛りだくさんだから、毎日欠かさず派遣しよう。任せてよ。お次は呪骸散歩。まあ派遣とほぼ同じ要領で OK ね。散歩に行かせた呪骸がしばらくしたらアイテムを持ち帰ってくれるから。持ち帰ってくれるのは AP、JP、修練の灯火、回想の灯火か。派遣と微妙に違うんだな。プレイヤーランクが上がると呪骸が解放されてレベルも上がっていくんだ。そうすればもらえる報酬も増えるし、保管できる量も増える。プレイヤーランクは上げた方が得ってことさ。最後にドキドキ呪骸クイーズ。こいつの名前がわかるかな？あ、こいつ学長の後ろにいたやつだよな。確か名前はなんだ？あれ、知らなかった？この子は塚口じゃなくてケイシーギュム、まあなんかそんな感じ。答えはゲーム内で確認してね。学長が愛を込めて作った呪骸たちの名前、みんなも全部覚えてみよう。それじゃあ今回の呪術講座もここまで。お疲れ様さー。